アイダホフォールズ市には美しい飛行場があります。この地域最大の飛行場で、この空港を利用するとスネークリバー盆地の上流地域には簡単に行けます。私も若い頃、伝道を終えてチリから帰還した際、この空港を利用し家族と再会しました。この空港では同様の光景が、生徒たちがメシに答えるたびに何千回となく繰り返されています。この市と地域にとって実に便利で不可欠な空港です。空港の近くにとても便利で美しい場所がもう一つあります。フリーマン公園です。スネークリバーはこの公園に沿って3キロほど流れています。また散策用の道が公園の中と川の周りに何キロも続いています。フリーマン公園は見渡す限りの緑に覆われ、野球場やブランコ、ピクニック場なども整備されています。緑豊かな散歩道も整備され、カップルたちが散策しています。この公園から川の方を見渡すと、壮麗なアイダホフォールズ神殿が目に入ります。高台に白亜の殿堂が汚れなく立っています。露出した溶岩の間を縫うように流れるスネークリバーのせせらぎのおかげで、この公園は実に魅力的な場所になっています。私の大好きな場所の一つであり、愛する妻と共に散歩し、リラックスし、瞑想するために活用しています。実に平安で霊感にあふれる場所です。地元の空港やフリーマン公園についてお話ししたのは、両方とも同じ種類の土壌の上に作られているからです。この美しく便利な場所は、いずれも昔はゴミの埋め立て地だったのです。ゴミの埋め立て地では廃棄物が土をかぶせながら埋められていきます。ウェブスター AA 辞典によれば、埋め立てとはゴミや廃棄物を土の層の間に埋め、平坦地を作り上げていくシステムと定義されています。別の定義によれば、埋め立て地とはゴミが埋められ土地が再生された場所であり、再生は間違った不適切な行いを改めること、望ましくない状況から救い出すことと定義されています。私は人生の大半をアイダホフォールズで暮らしてきました。50年以上多くのゴミを出し、埋め立てに貢献してきたわけです。ある日、もし私がアイダホフォールズ空港の滑走路やフリーマン公園の敷地に姿を現し、ブルドーザーで大きな穴を開け始めたとしましょう。市の指導者たちはどう思うでしょうか。何をしているのかと尋ねられた私が、長年出してきた昔のゴミを掘り起こしているんだよと答えたとしましょう。彼はこう告げるでしょう。どれがあなたのゴミなのか見分けられるわけないですよ。遥か昔に埋め立てられているのですから。そもそもあなたにはゴミを掘り起こす権利などありません。それどころか、あなたは自分のゴミからできた美しい役立つものを破壊しているんですよ。つまり、私の行動は決して喜ばれないのです。古いゴミを掘り起こして美しいもの、便利なものを破壊しようだなんて、どういう了見だろうと思われるでしょう。ある人が宝珠に身を任せ、汚れたものに埋もれてしまったとしましょう。その人が許され、人生を再生することなどできるのでしょうか。ひたむきに努力を続けているものの、何度も罪を犯してしまい、そうした悪癖を断ち切る方法などないと感じている人についてはどうでしょうか。せっかく生活を改めたのに、昔の自分を許せないでいる人はどうでしょうか。イエス・キリストの贖罪に関して、アルマはギデオンの人々にこう教えています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという言葉が成就するためである。また神の御子は民を束縛している死の縄目を解くために死を受けられる。また御子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、また民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを
肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。さて、御霊はすべてのことをご存知である。にもかかわらず、神の御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって、彼らの背きを取り消すために、肉において苦しみを受けられる。さて見よ、これが私のうちにある証である。食材について、ニーファイの弟ヤコブはこう説いています。食材は無限の食材でなければならない。もしそうでなければ、この朽ちるものが朽ちないものを切ることはできない。したがって、人に下った最初の裁きが限りなく続かなければならない。もしそうならば、この肉体は横たえられ、朽ち果てて母なる大地に帰り、もう二度と起き上がることがないに違いない。キリストの食材には誰もが預かれます。食材は無限です。すべての人に適用されます。食材は人を汚れから清め、再生し、聖なるものとしてくれるのです。完全であらゆる人に及ぶ永遠のものです。パッカー長老はこう教えました。悪臭、薬物の乱用、犯行、背き、違反などのために、完全な許しという約束から除外される人は一人もいません。これはキリストの食材がもたらす約束です。埋め立て作業に献身的な働きと入念な注意が必要とされ、ゴミに幾層もの土が被せられていくように、私たちの人生も同様の注意を払い、悔い改めという癒しの賜物の層を絶えず重ねていく必要があります。市の指導者たちは昔のゴミを掘り起こそうとする人を決して心よく思わないでしょう。同様に天の御父も御子も食材によってもたらされた悔い改めという賜物を使って自分の人生を汚れから清め再生し聖なるものとできるのに罪の中に留まる人がいたら悲しまれるでしょう。感謝の心でこの尊い賜物を受け入れ用いるとき、人生を麗しくかけがえのないものとすることができます。人生は神がその無限の愛とキリストの食材により再生してくださったものだからです。イエスがキリストであり神の御子であられること、食材が確かに存在し、許しの奇跡を通じて私たち一人一人が清められることを証しします。あなたでさえも、イエス・キリストの御名によって、アーメン。